そうですね、前日の夜が一番、昨日の夜が一番緊張してて、まあ、勝ったから言いますけど、あんま寝れなくて、まあでも、はい、でも試合には案外こう緊張せずに入れたかなという感じです。いや、まずロッカー帰ってすぐ両親に連絡入れて、まあ、家族の LINE があるんですけど、それで一斉送信して、頑張ってこようということで、後押ししてもらいました。まあそうですね、若いんで、若いし、失うもんないから、思いっきりやっておいでっていうふうには、まあ、兄貴に限らず家族全員から言われました。そうですね、やっぱり前半、まあできなかったことを前半まず、なかなかこう、ボールを触る機会が少なかったし、まあ人に強い相手に対して、なかなかボールを受ける機会がなかったっていうのは、まあ肺の部分でもっとボールに関わっていかなきゃいけないと思いますし、まあでも後半、だんだん慣れてきて、まあ相手もスペースが空いてきた中で、裏に飛び出したりして、まあ、サイドで多少危険になれたのかなと思いますけど、まあ、もっともっとボールに関わる機会を増やしていけたらなと思います。始まる前も終わった後も名前呼んでもらえて、そのまま鳥肌立ちましたし、まあ、やっとリーグ戦で初めてスタメンになれたってことで、やっぱり緊張してたんですけど、サポーターの声がすごい勇気に変わりましたし、思い切ってプレースできたのもファンサポーターの皆さんのおかげかなと思ってます。ありがとうございました。まあ、またスタメン取れるようにもちろん頑張りますし、メンバー入れるように頑張りますしってところが、まずまた来週からやっていかなきゃいけないところだと思いますし、まあ、その中でもし試合に出る機会があるんであれば、やっぱり次はゴールに絡むプレーをしていかなきゃいけないなと思ってます。チーム一丸となって次も勝ちたいと思いますので、よろしくお願いします。